9レース走ります埼玉99期の高橋翔平選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。前走西武園ですね、最終日1着もありましたけども、調子などはいかがでしょうか。前回の西武園ちょっと準優でちょっと負けてしまって決勝に勝ち上がれなかったんですけど、最終日はしっかり自分で動いて1着取れたので、いい感じでは終われました。なので体調面含めて今回はどうですか。そうですね、体調面に関しては特に問題はないと思ってます。今回、埼玉ですね、3人いるんですけども、戦い方を教えてください。埼玉は3人乗れたので、埼玉3人で並んでその3番手を固めさせてもらおうと思ってます。今回、来季まだ A 級ということで3番手からなんとか突き抜けていきたいって感じですかね。そうですね、しっかりと3番手でもやっぱ勝負権ある位置ではあると思っているので、最後しっかり突き抜けて、確定盤に乗れるように頑張りたいと思います。短期が4人ということで、ちょっと難しいレースにはなるかなと思うんですけども、印象いかがでしょうか。そうですね、やっぱレインボーファイナルに乗ってくる選手は全員自力があって、やっぱ動きも、ある選手が多いので、その中で、どうにか戦っていけるように頑張りたいと思います。では最後に意気込みをよろしくお願いします。明日は埼玉3社の3番手なんですけど、埼玉3人でしっかり決められるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。